こんにちは、カンヌです。今日はですね、ベタプリントで、スポーツタオルを作るね、本当の理由ですね。なぜね、こういうふうに、ベタプリントが多いんだろうっていう意味をですね、説明させていただきたいと思います。まずはね、これがそうなんですね。これがベタプリントのスポーツタオルですね。まあ、下の方はロゴ入れてますけども、まあ、全体に色が入って、まあ、ベタプリント扱いのスポーツタオルという形ですね。でやっぱなぜかということなんですけども、まあ、タオルの、ね、大きさは、これ40センチの110センチという形が一般的なんですけど、これね、あのバスタオルになりますと大体60センチの大きさで110センチ、120という幅になるんですけども、スポーツタオルは40センチの110センチというのが一般的な大きさになるんですね。で、やっぱりね、染料プリントが非常に多いです。染料プリントです。でやっぱりなぜかというと、名前がのようにスポーツタオルなんですよね。スポーツで使う時のタオルっていう意味が多いんで、顔料じゃなくて染料プリントで作る。で染料の方がやっぱり、汗の吸収であるとかね、水分の吸収が非常にいいんで、顔料に比べてですね、いいので、ですから染料プリントは喜ばれると思いますね。でなおかつ、例えば紺地に、そうどうですかね、黄色とかね、黒地に赤とか、あの全体にやっぱり色をつけて、こういった大きいタオルの方がインパクトがあるんですよね。インパクトがでやっぱり、喜ばれるということで、そういった、大きいタオルにはベタプリントということが多いですね。まあ、当然、会社のロゴ白のロゴやということであれば白地にワンポイントみたいなのも当然あるんですけども、よくやっぱり我々言われるのはベタプリントでやることが多いです。でやっぱりそれも染料プリント、やっぱりスポーツに使うということでしょうね。それがやっぱり使われる理由やと思います。またこの辺のね、理由なんかも交えながらクレアさんとお話しさせてね、していただいて、でどんなタオルにしようかっていうね、流れを作っていってもらえればいいと思います。もしなんかわからないことがありましたら、後ほどありますこのフリーダイヤルの方か、あるいは観音料もので検索していただいたらと思いますので、よろしくお願いいたします。